10月ですよ。新しいことを始める人もいるのかな今年も残り少なくなってきましたが、頑張っていきましょうね。オーターのビズティフルナイト、14回目。今夜も開店。オーターのビズティフルナイト。この番組はゲームで世界中のお客様を笑顔にし、 エンターテインメントを追求し続けるホノスそしてインプルーブの提供でお送りします大阪京都滋賀兵庫奈良和歌山さらにラジコの皆様こんばんはこの番組の看板女将おたわりです今夜もよろしくということで ああ、もう、レンタカー、宮古島、どうなってんねんって感じですよ、もう。近況トーク。もうね、なんかね、車を使ったレンタカー以外のことでもやっちゃおうかなってか思ってねもうね。頭のんフふらふらしてますが、頑張ってますんで、みんなも頑張ってくださいさて、この番組は、世界を旅しながら、飲む、食べる、稼ぐ、が大好きな、 アラフォー DJ オーターリが様々なジャンルで活躍し、この時代を生き抜き、そしてビジネスチャンスをつかんだ方をゲストに迎え、仕事やプライベート、そしてお金のことまでたっぷりとお話を伺う30分。皆さんぜひ Twitter、X、感想など投稿して盛り上げてください。一緒につけてほしいハッシュタグは、M ラジと、あり MBS、ありはカタカナです。 メールでも感想を待ってます。あり、アットマーク、mbs1179.com までよろしくお願いします。今回もグローバルなビジネストークが盛りだくさん。お聞き逃しなく。では、早速、オータアのビズティフルナイト。 今週のゲストは先週に引き続き株式会社白岩代表取締役社長シャルル・アントワン・ピカールさんです。あの愛称チャーリーで呼ばせていただきたいと思います。今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。あの先週はね、白岩のお話から色々とお伺いさせていただきまして、満を辞して MHD からこの会社を作られたお話など聞いたんですけれども、今週は 先月13日発売になったイワファイブアッサンブラージュ4についていろいろとお伺いしていきたいと思いますがその前に目の前に発売になったばっかりのイワファイブアッサンブラージュ4ご用意いただいたんでチャーリーさんに注いでいただいて乾杯したいと思いますのでよろしくお願いしますはい乾杯乾杯よろしくお願いしますあ、本当だ 先週お話ししてたじゃないですか、その、ファーストのアタックがあんまり他の日本酒と同じく強すぎない、飲み口のいい飲みやすさは悪いことじゃないって言ってたのが、そのまま今、お酒に感じるんですけれども、スムーズってこのことですね。そういうことです。だからね、<laughs> あの、まあ、よく言われるのは、あの、本当に日本酒に飲み慣れてる方々は逆によりびっくりするんですよね。 あの、今ね、日本酒に飲み慣れてない人たちをちょっとアピールしたいなと思ってて、んうん、だから、まあ、先週申し上げたように、飲みやすさはね、本当に悪いことじゃないんですよね。はあははあ、だから、あの、難しいことはね、その飲みやすさを守りつつ、あの、存在感とか、まあ、そのパーソナリティ、性格がある日本酒を作るんですよね。そこが、あの、まあ、難しいところではあるんですが、このアサンブラッシュ4で、 なんまあ、自分で言っても悪いかもしれないけど、なんとかできたかなと思います。うんしかもこのボトルが、めちゃめちゃかっこいい。ありがとうございます。あの、日本酒のボトルって一般的に言うと、なんかこう、ファッショナブルじゃないっていうか、言ったら怒られちゃうのかな <laughs> <laughs> これ、真っ黒で、しかも、このキャップのところが、さっき開けた時の音がすごい綺麗だったんですけど、 プラスチックじゃなくてガラスなんです。ガラスです。えっとこのプロジェクトは本当に自らスタートしてあのー、まあ、ある意味で業界のルールは守らなくていいところがあったんですよね。うんうん、でまあ、飲み慣れてない人たちにアピールするにはまあ、ちょっとねパッケージも考えなきゃいけないかなと思って。うん、だからそのブラックボトルで遠くから見える。 のが非常にポイントであって、うん、あとまあ触り心地もあるんですよねここ。うんうん、あで、あ本当だ,だからまあそのグラスの中にあるテクスチャーもボトルの外にあにも表現したいと思ってて、あとまあこれはね100%個人的な意見ですが、やっぱりちょっと高級物を作るためには、うん、あのキャップまで考えなきゃいけないですね。まあ存在感のあるあの厚いガラスキャップにしました。黒いボトルの黒いキャップで、はい、でこうキュッて閉まるのがまたいいですよね。はい <laughs> あのこれねあの昔ドンペリを詰めた時に影響されたんだけどやっぱり開ける時にちょっと音がするのがいいことだと思いますおーえドンペリって開ける時音しましたっけポン,ン,ン、ね、そうですなるほどシャンパンのねポンって音ですね <laughs> でもあれわかるテンション上がりますよね、はい、あ開いた開いた会が始まったみたいな感じありますよね、はい、でそのボトルがマークニューソンさんねアップルウォッツの種ね、はい、作って、はい かっこいいわいま木下真理子さんにデザインしていただいて岩っててに書いてありますね、はいまあ、岩はそのままあのー、うちの蔵が当たっている白岩地区から直接に来ましただから白岩地区に縁があってその白岩地区に白岩の蔵白岩会社を作って。 で、白岩」ってなんでなのかなと思ったんですけどあ白岩だから岩だったんだと思って、はいはい、白岩はちょっとね特に海外にはちょっと言いにくいところがあるからその白を取って岩だけに集中しました岩はやっぱ言いやすいんですかよりねでこの毎年出ている岩シリーズなんですけれども、はい、今回のこだわりはどんなところですかね、えっと 今回はね、特別なこだわりがなくて、あの、先週少しだけ説明させていただいた岩のスタイルにより近づきたいんですよね。だから、あの、その飲みやすさと存在感とか、いろんな料理とは合う、うん、あの、まあ、日本酒。そのブレンドを今年、まあ、その2022年の酒で、うんうん、あの、表現させていただきたかったんですよね。あ,<ー>あとね、まあ、もう一つ、このアサンブラッシュ4に関して、我々にとって大事なところ。 初めて100%平、ね、<お>岩の蔵が2021年の3月にできててうちの当氏さんとかはもう全員ここにやっと引っ越せてで2021年の10月からあの初めての酒造りシーズンが始まったんですよねだから2021年の10月から2022年の3月まで、まあ、このベースになっている1 0種種類の酒を作りました。うん だから最初から最後まで白岩の蔵で作ったあのアサンブラージュがこのアサンブラージュ4は初めてです初めてはいでこのアサンブラージュ4も作ったのはどれぐらい前だったんですかえっとビ詰めしたのは2022年ですよねだからあの,あのこれはもう岩の一つの特別さではあるんですが。うん あの熟成のことですよね。まあ、あの日本酒では熟成という言葉はあまり使われない。うん、そうですよね。言われそう。言われを別にして大体フラッシュで飲まなきゃいけないイメージがあるんですよね。うんうん、で、まあ、この岩プロジェクトで割とすぐ分かったことワインと同じようにこんなたくさんの,あの日本酒をブレンドしてたらやっぱり一体感が出るまではね時間かかります。だからそれはね<ー>ワインとかシャンパインと全く同じように。 ブレンドして瓶詰めしてそのまま販売できるのは間違ってるんですよね。うん、やっぱりなんかこんな十数種類の日本酒をブレンドしてぐちゃぐちゃになっちゃうんですね。だから熟成させてから一体感が出る。で、うちの場合はねもう1年間ぐらいかかります。えで、今回のアサンジブラージュ4は1.5年かけたけそうですね。やればやるほどリシャールがあのどんどんその熟成の 良さ、うん、がを理解できて、あのまあ、本当にワインとかウイスキーとか他の酒と同じように。やっぱり熟成のおかげでよりあの複雑さが出るんですよね。うんうん、だから、あのこの日本酒ビーバーもう同じように熟成のおかげで一体感だけじゃなくて、時間が経った効果のおかげで。 しかでできないあの複雑が出るんですよね、うん、だからどんどんあの熟成を長くしたいなと思ってます前回よりも長くしたんですかそうですねはい今までのアサンブラージュまで大体毎年6月にあの販売してたんですけど今回はねあの9月にさせていただきました<ー>やっぱりどんどんあの時間を取りたいなと思ってますんそのこれ瓶に入れてから熟成させてるんですよねそうです樽じゃなくてそ,そうです、はい、初めて聞いたんですけど他の日本酒でも 瓶の中で熟成させることってあるんですかあります、あります、もちろん。あの、ありますし、あの、まあ、だから、うん、まあ、うちはで、ね、初めてじゃないんですけど、まあ、唯一の作ってる酒が熟成してるものは多分、あの、岩だけだと思いますね。<ー>はい、他のものも作ってる中で熟成ブレンドもあるけれども、はい、岩は熟成ブレンドのみ、はい、っていうことですよね、はい。一緒に改めて飲んでいきたいんですけれども、はい、やっぱほ、アタック優しいですよね。 でなんかこうもちろん余韻がすごく長いんですけれども、なんかフルーツ感感じるのってはありますね。はい、ありますよね。はい、なんか日本酒なのに青リンゴまではいかないのかな。な,なんて言うんですかこれってどういう表現になる？えっとまあまず今あのおっしゃってたあの余韻がまだありますよね。ある。でそこが非常にあのリシャーがブレンドを作るときに考えてることですよね。うん。 多分、ワインメーカーとして、大体の日本酒のキレがいいところ、彼、うん、が、あの、そこにちょっとね、あの、満足感が出ない。<ー>だから、要因が必要ですよね。うん、で、その要因も、いろんなペーリングのポテンシャルを広げてるんですよね。<ー>だから、要因が非常に大事ですけど、要因をしつこくないのがポイントですよね。うん、残ってるんですが、しつこくないのが非常に難しいですよね。だから、その要因が、あの、ブレンドの中で非常に、あの、特別に考えてるポイントの一つです。うんうん あと、うん、口の中の中存在感、うん、熟成のおかげで、まあ、バナナとかラズベリーとかじゃなくて、うん、あのフルーツが落ち着いてる、うんまあ、リンゴもいいかもしれないんだけどよりナッツとかになっちゃうんですよねそういうディープなところうん、うん、でフルーツからあのタバコとかカカオとかもありますねやっぱりその熟成カカ熟成のおかげでえなんかだからそのファーストが優しいから私も 最近まで日本酒そんなに楽しめなかったのがこう飲んだ時にいきなりガンってくる感じがなんか存在感強みたいなところになって、うん、だからこう塩辛とか結構味の強いものに合わせた方がいいのかなとかって思うんですけどこれだったらなんか他の食材にも合わせられるかなと思うんですけどおす僕はねもう本当とにチャレンジしていただきたいんですよね。その伝統的な 日本酒のペアリングじゃなくて今まで考えたことないペアリングも、うん、あのぜひトライしていただきたいんですよねだからフランス人としてはね、まあ、フランス料理でも全,全然いけると思いますでフレンチいけそうですよねなんかこれ問題ないです、まあ、簡単な料理でいうとまあその野菜、うん、あのグリーン野菜とかアスパラとか長ネギポアローとかは、うんまあ、もう本当にワインより合いますでもっとチャレンジしたいんだったら鴨肉 鴨肉、はい、わらで、の上で焼いた鴨肉と、これはね、すごい美味しかったですね。へえ美味しそうで、キンキンじゃなくて、あの、ちょっと、あの、常温、うん、常温でサーブして、この鴨肉でのペーリングがすごかった、ね、あーなんか日本酒ってずっと飲んでると、枯れてくるっていうイメージが結構あったりしたんですけど、これだと、なんか、言い方悪くて軽いっていうか、 あの先ほど申し上げたようにそ,うそのあっという間に1本がなくなって、うん、2>, 2本目はき,きたくなるのが狙ってるるスタイルであるんですよねそうですよねだから飲み方としては何かこうおチョコっていうよりかはワイングラスでも全然いけるのかなってそうですねあねもの物としてはねおチョコは大好きですけど、うん、やっぱりこの複雑さがちょっと物足りないところがあるんですよねだからあの、まあ、白いワイングラスとかの方がおすすめしてる そういうところがやっぱ一般的な日本酒とは違うと思うんですけれどもそのシャンパンに比較するとやっぱ値段がリーズナブルだったりとかすると思うんですけれども日本酒の中では 700ml でね14,000円でちょっと高いのかなとかって思うんですけれども、はい、チャーリーさんが思う日本酒の価格設定ってどう思いますかえっと まあ個人的な意見ですが、私はね、本当に日本酒はちょっと安すぎるところがあるんですよね。うん、まあ純米代、10枚大銀セ30%狭い場合どのコノで、だいたい4000円がそんなもんってみんな思っていらっしゃるんですよね。うんうん、ただし、これをワインにすると4000円のワインってだいたい安いとみんな思、ね、ってる。だからなんでその基準が違うのはちょっとね、うん、あの、まあ僕は納得してない。うん、で、日本酒はまあいろんな理由があるんですが、ずっと値上げしてない。だから、まあ、新人として、 あの、その、その壁をちょっと超えたかったんですよね。だから、うん、あの、わざと、他の日本酒よりちょっと高めにしたくて、まあ、あと実際、先ほど申し上げたように、この1本を作るために、20種類の日本酒を作らなきゃいけないんですよね。だから、あの、まあ、手間はかけてると今、かかってます。そうですよね。<laughs> まあ、だから、その岩自体も、やっぱ、値段、普通よりは、あの、まあ、パラスありますよねってところなんですけど、私も前から、 なんで日本酒ってこんなにワインに比べてカジュアルな値段なのかなっていうのは思ってたんでやっぱり海外の人から見るとそうだよなと思ってだからやっと誰かが気づいてくれてよかったと思いましたいやみんな気づいてますよあだけどあ,<れ>あのまあもちろんリスクな部分はあるんですよねあの昔から家で飲んでる方々にとってはねこれはさすがに毎日ちょっと難しいところがあるんですがあ<ー>まあ日本酒もいろんな価格帯で でできるのを見せたたかったんですよね国内産のウイスキーで高いものから安いものもレンジがあってうん、うん、だからそういう上かから下まででのレンジを作りたかったっんですよね日本酒って一升瓶とか大きいのって、はいはい、開けて飲んでまた瓶してあのまた開けて飲んでってあの何日も何日も飲め続けられるけどワインって一回抜採したらもう持たないっていうイメージがあるんですけども岩はどっちなんですか えっと、冷蔵庫に入れていただければ大体まあ4日間ぐらいで問題ないですねさすがに何ヶ月じゃない、まあ、シャンパンはね本当に1日で飲まなきゃいけない <laughs> これはでも23日、まあ、4日間い以内だったら問題ないです、はい、ああ<ー>、はい、この線が大事ですいいですよね、はい、密閉してくれてますもんねそうだから日本酒ってなんで抜粋した後あんなに飲みなんか置いとけるんだろうなって思うんだけど本当はまあ何週間じゃないけどねうん <laughs> <laughs> 大丈夫、大丈夫。そうなんだ、<laughs> はい、やっぱり。<い> <laughs> 酸素に振ると、あの、何週間じゃないです。あ、やっぱ日本酒でも酸素に触れると。初めて知って、ありがとうございます。<laughs> まだまだ、話は続きますが、ここで一曲、リクエストをいただきました。どんな曲ですか?。ってことで。 ポストマロンスウェイ・リーのサンフラワーということなんですけれども、どうしてこの曲を選んでいただきましたかえっと、まあ、先週と同じ気持ちです。あの、先週はね、2001年、日本に初めて引っ越した時にすごい影響さしてた曲。で、サンフラワーは、あの、2018年に、 日本に2回目、あの、引っ越す前によく聴いてた曲です。だから、うん、行ったり変えた、あの、帰ったりときしてたときによく聴いてた曲です。うん。あ、なるほど。じゃ、はい、その時の思い出の曲ということですね。はい。かしこまりました。それではお聴きください。ポストマローンスウェデリーでサンフラワー。大ータのビズティフルナイト。引き続き、チャーリーさんをお迎えしています。ということで、あの、これからのね、ビジョン。 白岩として岩として目指していることってどんなことですかえっと一番大きな夢はあの地元のパリでフランス料理屋さんでこの岩日本酒が飲めるようにし,し,したいんですよね。パリの寿司屋さんとか和食屋さんだけじゃなくて、うん、の普通の,のレストランでもあの岩が飲めるようにしたいんですよね。そこが<私>あの一番大きなな夢ですだってなんか 鴨肉でもあったように、これ普通に合いますよね。なん<え>でも問題ないです。だから、まあ、あの、パリのフランチ料理屋さんとか、イタリアのイタリア料理屋さんでも。あの、まあ、本当にそこまでポテンシャルがあると、私は思っているので。そこまで持っていきたいなって、という気分で、今、毎日頑張ってます。そうです。え、現在って、今は海外でも。 お使いこの会社はねもう本当に、どうコロナ中にあの誕生したからそいろんな大変な面があったんですけど、うん、一応今は30か国に輸出してすごいでその中で、まあ、あのアメリカ中国がメインですが、うん、一応ヨーロッパも結構輸出してるしアアジアも大体全部交わしてます、うん、日本とあの海外で食文化だったりとかやっぱ食事中に飲むのってワインだし こう日本酒を選ぶ理由っていうのはそれなりに結びつけるの難しいと思うんですけれどもやっぱ輸出するの難しさとかありますかありますねあのーまあ、ラテン系の国、うん、フランスイタリアスペインとかで一番大きな壁、うん、まあね日本酒と中国産のバイジャオとかだからね日本酒はね40度のイメージがあるんですよね40度はないのに、うん、だからそ,その壁を乗り越えるのが一番難しいんですよね。 あとまあそのフランスの伝統的なソムリアさんソムリアさんは日本酒に関して詳しくないからこそうん、うん、あまりおすすめできないですよね確かにそのやっぱりフランスはね、まあ、ワインの国だしフランスワインの知識皆さんすごくお店の方もありますからその自分の知ってる知識の中で提案する方があったわあのねお酒合わせられるし。 い,いわっていうお酒のもうポテンシャルだったりとかその味とかの表現の仕方とかが分かんなかったら、ね、そうだから実際あの飲ませば大体納得していただけますねだからあのー まあ一緒に試飲するまでが一番問題ですよね40度のお酒あまり飲めないとかじゃなくて飲んでみてくださいうん、うん、でだい大体そこだったらもう解決できるあ<ー>だから時間かかりますえこれは今何度でしたっけこれ,これは15です十五度だからホンあに、はい、ワインとあまり変わらないですもんね、はいはい まだまだね壁もあると思うんですけれどもすごい美味しいし飲みやすいので私ファンになりましたよということでね私もね何か一緒に岩とコラボしていきたいと思いますんで勝手にいろいろ PR していいですかああのうちはね個人的にも気になるぐらいあの関西に弱いですよねあ<ー>あのまあ先ほど申し上げたんですけど三0国国に輸出してるんですが国内では あの今の圧倒的に東京と富山があの強いですよねだからあのまあ大阪をはじめあの大阪での活動をどんどんあの増やしたいなと思ってますそうですよねうちあの MBS ラジオ関西でも多分一番人気の曲なんですよおめでとうございます <laughs> なんで絶対あのこの MBS からぜいぜい。はい 岩がもう出る日が来ると思います。それで早速大阪でイベントされるんですよ、ね。そうです。W 大阪さんにあのお世話になって、あの、うん、リシャードフラがフランスから来て、あのイのいろんなアサンブラージュと鉄板焼き、<ー>鉄板焼きの料理のペーリイングのディナーを行います。うんうんうん。まあもうねチケットは多分ないと思うんですけれども。 あのこういうイベントってこれからもしていきたいです。したいです。あの昔ドンペリオンの担当だった時にはもう本当に毎月大阪に来てたので、あの大阪もうちょっとあの力入れたいなと思ってます。はい、え東京とかでもされるんですよね。はい、東京もやります。あのもう今回のリシャーの来日に合わせて、あの W 大阪とかあの東京でもあのパーカイヤさんとかにもお世話になります。 ありがとうございます。まあ、これからね、まあ、こういろんな人に飲んでもらいたいと思うんですけどもどんなタイミングで楽しんでいただけるたらいいなみたいな。ルルールがないですねあの。フランス人としてあの言わせていただきたいのは日本酒はちょっとルールが多すぎるから本当に好きなタイミングで好きな時<ー>好きなペアリングにしてくださいです、ね、なんか今まで と違うあのタイミングとか違う料理にぜひ、うん、あのチャレンジしていただきたいですよね。<え>で、日本酒のルールって<あ>チャーリーさんから見てどんなところにルールを感じますか？ えとまあ、この時でこういうチョコでこういう温度とかあ,<ー>あのこのこの酒は扱缶用、この酒はあれありますありますだからねあの岩はね本当にわざと0度から40度まで全然問題ないで50度をトライしたいんだったらどうぞってなんか本当に問題、まあ、自信ありますあの扱うでも美味しいし凝らしてる直前前も美味しいしね<ー>トロトロとしててうん、うん、凍結酒みたいなやつはもういいですよね、はい、だからぜひろあの、 楽しむのがポイントですよね。深やでもぬる間でも厚間でも、はい、全部いけるってことですよ、ね。行、はいはい、けます。だからそこが楽しかの一つの。わかる。はい、そうなんですよ、チャーリーさん。のね、日本酒のメニューを見て厚間にしたいんですけどどれが合いますかみたいなのってわからんみたいな。だからね、もう楽しむのがポイントです。<laughs> 最高ですね。<laughs> で、あのまあお店でね飲むこともできると思うんですけれども、購入したい場合はどうしたらいいですか。えっと関西ではあのー。 神戸はね、大丸さんにお世話になってて、大丸震災橋大阪と、うん、あの、京都の伊勢丹、駅中の伊勢丹にあります。で、あの、うちのウェブサイトでも、岩崎ドット .shop で、大体翌日に届きますので、ぜひ、あの、ウェブでも、あの、百貨店さんでも、 ぜひ、あの、試していただきたいなと思った。はい。大丸震災橋、大丸神戸、そして京都伊勢丹で、取り扱いがあるのと、あと、岩のホームページもね、変えるということなんで、ぜひチェックしてみてください。いありがとうございます。ホームページだと、岩の今までのやつ、あの、アッサンブラジュ1、2、3、4と変えるっていうことなんですけれども、あの、チャーリーさん的にこの番組を聞いてる人は、どれ飲んだらいいよみたいな、特別におすすめとか聞いてもいいですかえっと、 まあお金が許す限りではぜひあの比較していただきたいんですよね。うん、あの同じスタイルでやっぱりゼロからあの作っまあ本当に作品として作ってるのでその違いとあの熟成の効果をちょっとねあの感じていただきたいんですよね。でまあ個人的には、ね、あの3年目になってる「You are a SOMBLASH2」が特に厚感で非常にあのー、まあ珍しく あの純米大吟醸場としては、ね、奥深いところがあるんですよねだからそれをぜひあの楽しんでいただきたいなと思ってますはいさっきの鴨肉にいいです、ね、アッサンブラシ2と扱うのはアッンブラシ2が完璧だと思います今5皆さん覚えて下っちゃい <laughs> よろしくお願いします あっという間のお時間でしたが、2週にわたり、刺激的なお話、いろいろありがとうございました。ありがとうございます。日本酒についてね、ますます私、興味津々になりましたよ。岩5いろいろな2もね、楽しんでみたいと思います。ゲストは、株式会社、白岩の代表取締役社長、シャルル・アントワン・ピカールさんでした。ありがとうございました。Merci beaucoup。ありがとうございます。 お送りしてきましたオータニの「ビズティフルナイト」まもなく閉店です今夜も参加してくれた方々お付き合いありがとういやー2週にわたりお話伺いましたがチャーリーさんフランス人なのに日本の日本酒についてここまで興味持ってくれて日本酒の会社の社長をやってくれて日本人として。 嬉しいじゃないですか。応援したいじゃないですか。ということでみんなも応援してあげてください。この番組の感想は Twitter、X でどんどん投稿をお願いします。ハッシュタグは m ラジとあり mbs ありはカタカナです。もしくはありアットマーク mbs1179.com までメールよろしくお願いします。たくさん感想をくれたら嬉しいです。それでは、オータアリの 『ビズティフルナイト閉店』またお越しくださいオーター,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 トトー,ーイトこの番組はゲームで世界中のお客様を笑顔にしエンターテインメントを追求し続けるポノスそしてインプルーブの提供でお送りしました À midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux champs élysées au champs -Elysées.